はい、駆け込みで、もう駆け込みで、こんな状態です。ずっと営業やってません。はい、世界の皆さん、こういう日でした、今日は。はい、久しぶりです。1ヶ月ぶりぐらいです。この前は、8月第2水曜日、8月11日だったかな、やって、その後、私がコロナウイルス感染者に、ハンコを打たれまして、それがですね、8月18日だったもんで、その8月の第4水曜日はもちろんお店もやってないし、やらなかったし、9月の最初の第2、水曜日、6日もできませんでした。それで、なんとか私もずっと1ヶ月ぐらい、昼間のヘルパーの仕事も休んでたんですけど、なんとかね、先週か、9月の12日の週からぼちぼち、こう、昼間もよたよたしながら動き始めました。で、今日は、第4水曜日で、じゃあ今日はそういう、1ヶ月のコロナウイルス感染、天末期じゃないけど、報告しようかなと、いろんな人、もうみんな、いろいろ心配してもらって、もう初期の頃はいろんなメールが来ました。全国各津々浦々から。もうね、もういい加減なメールっていうか、なんだかなーっていうか、もうなんかほら、もう一番、もう大変な頃にそんな大変と思ってないから、もう面白おかしいメールも来るし、ね。こんなの食べたらどうとか、ね。で、ちょうど8月20日が誕生日だったんですね。それがピークだったんです。いい誕生日でした。記念すべき。本当に、初めてのこんな苦しい誕生日。もうね、もう、改心しなさいっていうことかなと思って。ちょうどね、今年になって、1月からずっと、週に2回、週に2回じゃないよ。2週間に1遍。PCR 検査センターっていう新宿にあるんだけど、そこで PCR 検査をやってたんですね。2週間に1遍で日曜日行ってたんですけど、それで、7月の25日やって、次が8月8日、はね、予約が取れなかったのね。で、5日前からこう、ネット予約っていうのでやるんだけど、ちょうど8日が取れなくて、その次の15日、8月15日、敗戦記念日ね。これもまたすごいでしょ？敗戦記念日に8月15日に、第17回目の PCR 検査行ったんです。そして検査は、翌日教えてくれるんですよね。翌日の夕方。月曜日ですよね。8月の16日の、カレンダーで言うからね。このカレンダーいいでしょ。これはね、ヤイヤマのね、未来家内の美、琉球湖、未来家内の美ね、いいカレンダーでしょ。チラシマキコ、割とヤイヤマとかね、ついでに見ようか。すごいいいカレンダーなんだよ。止めちゃってるからね。6月ね。7月。8月。さあ、8月。だからね、15日に、本当は8日の予定だったんだけど、この日、7月25日行って、で、ここが取れなくて、多分ここに行ってたら、多分この辺で陽性になってたんじゃないかなって今思うんだけどね。で、15日に行って、だいたい翌日の夕方には結果が来るんです。で、来ないのね、なかなか。あ、これなんかあったなぁと思って。ずーっと待ってたら、夜の9時ぐらいになってようやく来たのね。実は陽性反応が。ええー、
やっぱりそうか。で、ちゃんとした医療機関で取ってください。そこは検査だけするセンターだから、もう一回ちゃんとした病院に取ってくれってことで、で翌日17日に地元の国立の、クリニックに取りに行ったんですね。で検査してくださいって、こう PCR センターで陽性になったから、あ、いいですよって検査して、でその日には出ないから翌日やっぱ結果出るわけですね。で18日に夕方来て結果出るからって言われて、うずさんちょっと待って、なんか怪しいんだよね、もうちょい待って、夜まで待ってって言われて、18日にで夜になって、やっぱり陽性にしとこうかみたいな感じだったのね。だから白か黒にしなきゃいけないから、灰色はないわけですよ。でもう黒にして、でまあ要するに医療機関から地元のここだったら立川保健所にお知らせするんですね。それももう夜だったから、夜の8時ぐらいに最終的に結果、やっぱり陽性ですよ、皆さん諦めてじゃないけどで明日保健所からなんか指示があるからって、で19日ずっと待ってたんですよ。保健所から指示が来るだろうと、自宅にいなさいとか、ホテルに行きなさいとか、病院に行きなさいっていう、だいたい3種類分けるらしいんですけど、来ないんですよ、立川保健所から。で20日にね、ようやく来たのね。すいません、ごめんなさい、よそさんですかってどういう状態ですかって、要するに問診ですよね、電話のね。でカルテを作らなきゃいけないっていうか、向こうに控えとして、だから生年月日教えてください、住所教えてくださいって、で今どういうような状態ですかって、熱はありますか、咳はありますかっていう、で なんだっけパルス、パルスオキシメーター、パルスオキシメーターって指に突っ込んで酸素飽和度、要するに心臓、肺がこう酸素を送ってるその数値をこう測る簡単なやつがあるんですよ、耳に突っ込んで。それを市役所が貸してくれるんだけど、それ突っ込むと酸素飽和度と心拍数が出るようになってて、90代95とかこう数値が出るんだけど、90以下になると緊急でこう救急車を呼ばなきゃいけないってなんかなってるみたいで、でそういうあれも教えてくれるのね、保健所でね。今どれぐらいですか、今95ぐらいなんです、はあ、低いですね、その90以下になったらお電話ください、救急車が出ますから。え、本当に来るんですか救急車。いや一応行くことになってますから、行くことすごい、もうやっぱり重症の人からずっとやってるから、やっぱ僕は軽症じゃないけど中症ぐらいでまだ自宅で大丈夫だなっていう人は、そういう問診だけなんですよね。で、ここで自分で測ってて、もう80代、70代になったら、お電話ください。救急車が行きますから。そういう感じなんですよ。で、ずっと90、もう3日間、4日間ずっと95とか93とかこう、と89になったりすると、ピピピ、ピピピってこうなるんですよ。なったり、そういううろうろしてて、もうハラハラ、ハラハラしてて、で、それで他の人も、先に感染した人が何人かいるんで、聞いたら、もう危ないよ、それ。危ないよ。病院行った方がいいよって。だって病院は空いてないからね。簡単に入れないんですよ、重症の人しか。だからそういうような状態で、で、ずっと3日間、4日間ぐらいはずっと、熱も37度でずっと続いてて、下がらなくて、もう寝てばっかりいたんですよ。で寝てばっかりって言っても、もう3時間か2時間ぐらいでパッと目が覚めるんだけど、で、まだ夜中の3時間とか、昼間も寝てるし、夜も寝てるし、飯はたまに食うし、見て。で、これはまずいぞと、4日目か5日目ぐらい、やっぱ昼間はなるべく起きとこうという感じで、まあ、こうリズムもできたから、それで、8月20日の日に、あんまり熱がずっと下がらないんで、薬を、解熱剤と咳もちょっとコンコン出るしっていう1週間分もらいに行ったんですね。それでそこで初めて薬飲んで、そしたら4日目ぐらいにだんだん36度ぐらいにずっと下がってきて、で1週間経ったらもう咳もあんまり出なくなって36度だったんで、1週間でもうそれは大丈夫でしょうっ
ていうのも飲まなくても。で、そのレントゲンを僕は取りたいんですけど、入るの。あ、それはじゃあ内科の方で、取ってもらえばいいですよっていう。ただほら、耳鼻科だったからね。陽性者なのに、簡単に内科ですぐ取ってくれるんですかって言ったら、あ、もちろん予約ですっていう。予約しないといけないけど。で、まあ、いろんなもう、立川保健所はもうパニック状態で、電話も通じないんですよね。それで、国立の保健センターとか、国立市役所の中に、8月の17日かな、自宅療養者のための相談コーナーみたいな、相談室を国立市役所の中に設けたんですね。ちょうど、それで市役所のそういう相談室とかに電話して、いろいろこう細かく動いてくれて、じゃあここの、クリニック、もうこっちから予約しますから、レントゲン取りに行ってください。じゃあ9月1日に予約しましたから、つって、9月の1日に、CT っていう、こう寝ててね、レントゲンはこうやって取るでしょ ?CT は寝かしたって全部こう輪切りに取っていくっていうか、肺をね。CT ってのがあるんですけど、CT がね、詳しく分かるから CT になって言って、撮ってもらったんです、9月1日にね。それで結果すぐもうその日に、CD の盤みたいなのに、焼き付けたやつを渡してくれるんだけど、それを翌日、最寄りのその医者のところに行って、画面を見ながら説明してもらって、輪切りをね。だいたいもう、肺は綺麗になってるなって言いながらこう。まあ古い、よく知ってる地元の、まあこれは今テレビにも出てるような、新田さんっていう、新田、新しい田んぼの場ね。新田クリニックっていうところも、僕はずっと十何年こう、夕方、民間のデイサービスの送迎の運転手やってた時に、すぐ近くの、お抱え、お医者さんだったんですけど、そこの院長とこう話しながら、こうずっと肺の輪切りを見ながら、もう綺麗にはなってるな。ただちょっとここの、これが気になるんだよな。先生、それひょっとして、肺がんじゃないのとか言う。まあ、これは、まあ、今回、まあ、置いといて、とか言って、こう、タメ口でこう。有名な、新田さんと、テレビにも出てるようなおっさんと話してて。まあ、それはそれでいいだろうと、今んとこ。ただ、どんな状態かっていろいろ聞かれて、いやー、やっぱすぐ疲れると。で、やっぱ咳もその頃ちょっとコンコンって出てたから、それはちょっとじゃあ薬出そうかとか。あと、やっぱりこう、深呼吸すると、今でもそうだけど、すると、こう、つっかえてるような感じになって、で、それはもう後遺症だと。そんなね、もう若くないんだから、すぐ治らないから、あ、失礼とか。そうですよね。8月20日で73歳になったんですよ。そうでしょ?簡単に治らないから、治ったってすぐまた陽性になるかもしれないんだからって、すごい脅すんですよ。誰でもなるんだからあ、そうですか。だから、これを機に、これをきっかけに、人間を変えて、リニューアルして、真っ当な人間になりなさいとか、そんな話ばっかりして、もうタバコも酒もやめなさい。先生、一つだけやめれないのがあるんですけど、何?なんとかとなんとか三つあるじゃないですか、タバコ、酒。これがちょっと、何?いや、ちょっとここじゃ、俺だって二人だけやから言いなさいとかなんか、いや、まあはいはい。ということで、そういう感じで来ました。それで血液検査とかもやってもらって、血液検査の前のデータがないから、こう比べようがないっていうのをね、肝臓とかこう、なんか数値、中性子とかこうで、そのコロナの感染のためにこの数値が上がったのかっていうのがわかんないから、って、もう一回だからやりましたね。2週間後、17日やったかな、血液検査。それで、まあ大して変わんないから、ただ悪いとこ悪いよ。肝臓腎臓ダメだよ、ほら。こればっか飲んでるだろ、とか言うながら。これからもう、
心を入れ替えて、そうしないと死ぬよ死ぬよ早死にしたけりゃいいよ飲んでもとか言って、そういう感じでしたね。でもう一回だから10月頭か9月末に CT 取った方がいいんじゃないって言われて、あ僕も取りたいんで取ってみますって言って、ただ本当すぐには、ただ私の場合は味覚障害とか嗅覚障害とかはなかったからまだいいんだけど、すごいこうちょうど同じ時期に阿佐ヶ谷の獣医さんなんだけど、彼女なんかもうすごいやっぱ重症で味覚障害嗅覚障害全部なくなって、今もう外に出てるんですけど、結局杉並区はもう彼女ももうずっと熱が39度ぐらいでずっと続いてたのに、病院にも収容してくれないし、結局ずっと2週間自宅待機で、もうこう心臓で動物の医者だから、あタヌキに聞いたよあれを飲もうとかじゃないけど、でやっぱ知り合いが獣医さんだけじゃなくて小児科の医師とか内科の医師もいっぱいいるから、そこら辺でのこうやり取りすごい、それをこう一日の報告書でこう長いみんなにこう公開するような日記っていうか書いてくれてたんだけど、すごいそれはためになって、まあ国たちにももうこの本当にこの周りいっぱいいるんですよ、こういう子たちになってるっていうか、まあ音楽関係の連中が割ともう多いんだけど、やっぱバンドでやってると一人になるとね映ったりするし、映ってなくても濃厚接触者として2週間ほら隔離されるじゃないですか、そういう人も含めるともうこの国駆け込み亭界隈結構ヘルパーやってる人とか何人もいるんだけど、やっぱ事業所で誰かかかったから2週間動けないとか、そういう人がいっぱいいて、決してこう他人事ではないとところがその一番最初に私がこうメールであっちこっち全国つつうらうら、もう最高84人にメールしたんですよ、1日かけて全員に最初の頃情報だけ。そしたらやっぱりいろいろ心配してくれて、そんな大変じゃないと思ってるから、2日目ぐらいお酒を持ってきた人もいますからねどうぞって言って差し入れとか言って、でみんなどうしたのっていろいろ持ってくるわけ、あ近づかないでドアのとこその辺に置いといてって、最初そんなひどいと思ってないから、まあ噂は噂でこう来てるって感じだったからね。でまあ4日目5日目ぐらいになってだんだん様子分かって、それで、真夏のサンタさんが毎日来てくれて夜には夜の氷屋さんが来てくれたりしてね、でずっともう安定した食料事情だったんですけど、食いきれなくてね、今までほら1日1年ってもう20何年1日1食しか食べてなかったから昼間ね、朝この朝真夏のサンタさんもおにぎり1個あれ置いとくよ食べてって言って置いてくし、やっぱ食べないとほんと3日間ぐらい食欲もないし食べないしげっそりになっちゃってなんだかこういう感じでトイレ行くのをやっとみたいなあこれ食わなきゃダメだ無理してでも食わなきゃいけないチッチュ吸うやつとかね、簡単にこう割と飲めるやつ、それでプロテインじゃないわなんだそういう錠剤のいろんなビタミンなんとかなんとかって持ってきてくれたりねやってくれたんですけど、それでこういう感じで来てるんですけど、それで一応30日8月30日で自宅療養期間っていうのをこう終わりってことになったんだけど、やっぱ看護師さんとこう電話で話してみて、一応30日だけどもっとね前にかかってたんじゃないかっていうわけね、8月のもう初めの頃どうでしたその頃の状態はって聞かれて、あそういえば8月の頭頃ね夏バテかなつってだるくて咳もちょっと出るし熱はなかったんだけど、もうお店もやってないからもうすぐ寝てたんですって、ああその頃かもしれないね、ただほら感染したからすぐ発症するわけじゃないからだから怖いんだっていうのね、だからほら2週間要するに濃厚接触者も2週間動くなっていうのは2週間ぐらい潜伏期間が長くて
まあ、早くて1週間目とか5日目ってこう出る人もいれば、その2週間っていうのはそういう意味で潜伏期間があるから、感染しても元気な人は飛び回ってると、その間に人に移すっていうのがこのウイルス君のコロナ君の特徴らしくて、インフルエンザだったらすぐ風邪ひくと2日目3日目で喉が痛くなったとか、鼻水が出るな、風邪かな、すぐこう自覚症状があるんだけど、コロナウイルスの場合は感染してもすぐに出ないからね、若い子は元気でこう移しちゃったっていうのがあるらしいんだけど、で中にはやっぱこうメールでやり取りして、ボケさんどこで感染したのって聞く人がいるんですよ。それが分かってるで、それってさ、感染どこで感染したのっていう犯人探しみたいじゃないのって、こう俺がこう返したら、いやそういうことじゃなくて、感染場所が分かればそこは行かないようにするからみたいなこと言うから、だから分からないから、山手線で感染するかもしれないじゃん、中央線で感染するかもしれないじゃん、小田急線で感染するかもしれないじゃんっていう話だからね。犯人じゃないから、犯人はコロナ君だからさ、感染した人が悪いわけじゃないからさ、だからそういう雰囲気になっちゃってるんだね。こうだから最初のメールもみんな、こう悪気があって言ってるんじゃないんだけど、これ食べた方がいいよ、正解ではこうやると治る、なんか肩甲骨を揉むとどうのだな、そういうメールがどんどん来るわけよ。で、極端な人はね、もう数値をね、悪く言って保健所に行って救急車で運んでもらったらって、おいおい、みんなアドバイスなんだけど、もう評論家的なアドバイスね、自分はならない、なったあんたがダメなのよみたいな俺なんかもうだんだんイライラしちゃって、なんだこれは、なんだよ、もうかわいそう、頑張って、じゃあね、あ、誕生日おめでとうみたいな、ついでにこう、おい、俺はもうだから他人事だ、評論家的なあれだみたいな、もうちょっとイライラしたんだけど、そしたらもうみんな、やっぱ、で、中には高校の同級生とかにもやっぱ連絡したんですよ、田舎のね。そしたらもうやっぱびっくりしてて、初めてだと、その知り合いで陽性になったで、二度とどういう状態になるんだ教えてくれってすごい聞くのよ。で、そういうやつもいれば、もういい加減にあ、なったあんたがダメなのよみたいな対応するやつもいるし、なんでワクチン打たなかったんだよ、打たないからダメだよみたいな言い方するやつもいるし、なんでって、ね、いろんな反応がありましたね。本当試されてるっていうか、本当にうちのやっぱり島原に住んでる妹がやっぱね、やっぱりやり取りしたんです。で、彼女も病院が経営してる老人ホームみたいなと勤めてて、もう去年の今頃からピリピリしてたんだけど、やっぱり田舎だからすごいんですね、偏見がね。で、その県外出る時ももう去年の今頃からね、病院長のハンコを入れるっていうか、それぐらいです。ビリビリしてて、まして、東京なんか行ったらね、噂に、あの人さ、先週東京行ったらしいよ。危ないよ。とか、そうになっちゃって、もう隠そうとするんだって。でも、もうだから、コロナに移った人は、もう悪い人って、もう犯人扱い状態に。だからもう妹の偏見がすごいの。もう、それでね、俺も全部、兄弟、全部同じメール、一斉メール、みんなに送るようなメールも送るんですよ。大阪に、アレキさんに、妹、田舎にいるんですけど。で、妹から怒られて、コロナ移った、大変だって言ってんのに、毎日毎日こんな長いメール、私読まないからね、こんな元気なくせにメール書くほど、もう読まないから、もうそういう感じになる。で、自分がそういう、福祉関係、老人を勤めてるのに、なった人が悪いんだみたいな、俺が悪いってような、表現なんだよね。元気じゃん。何こんな毎日毎日長い、くだらない文章書いて、報告書みたいな。もう今日も来たから読んでませんとかって。で、俺手紙書きました。妹に。そういうことじゃないんだ。国たちのあれとか、司法とか入れて、こういうこう。だからもう、ここの周りにはね、ヘルパーやってる人とか、医療関係者とか、まあ、獣医さんとか、そういう人になってる人がいると、
まあ、古さんって古さんの奥さんは看護婦さんなんだけど、奥さんが陽性になったりしてね、3月ぐらいに。そしたら古さんも濃厚接触者で、すぐ検査するんですよね、濃厚接触。で、陰性だけど、ほら、2週間のうちにまた陽性になるかもしれない。あんた濃厚接触者だからって。奥さんがなってもね、看護婦の奥さんが。そういう人もいるんですよ、本当に。で、ワクチン打ったらまた熱が上がったって。奥さんが。本当だから、こう、周りにいっぱいいるんで、その田舎なんかがやっぱ隠すっていうのがあるんだけど、田舎のその友達が言うには本当に、みゆき、初めてだよ、身内で。聞かせてくれ、どういう感じなんだよ。いやー、もう同居はいっぱいいるよ。もう医療機関パンクしてるよ。入院させてくれないんだよ。自宅で死ねっていう、あれだから、みたいな。ひどかねーとかって。もうそれで。そういう感じですね。いや、今でもね、やっぱ、なんかね、嗅覚の方がなかなか戻らないみたいで、線香の匂いがわかんない。香水はわかるんだけど、とか。それで、味覚もね、だんだん戻ってきたけど、塩ラーメンがわかんない。醤油ラーメンがわかるとか、微妙な違いとか。そういう人もいれば、もっとひどい人はね、わさびが全然辛く。辛くないとか、唐辛子入れても辛くないとか。で、味噌汁作ってるんだけど、どれぐらい味噌を入れればわかんないから、今、インスタントの味噌汁買って食べてますって、そういう人もいるしね。もう、後遺症はほんとみんな違うみたいで、一概に言えない。だからもう何日経ったから元気になったねって絶対言っちゃいけないと。俺はもう、ああ、だいぶ回復しましたねって言っちゃダメよって。もう回復の、度合いっていうか、ペースも違うから、もう俺なんかもう今年いっぱいダメだろうなって自分で思ってます。本当に。やっぱね、ちょっと動くと、やっぱ疲れるんですよ。やっぱ動いてないからもう筋肉も弱ってるし、年も年だし、みたいな。本当みんな、他人事じゃないからね。本当に。だから、かかったらどうしようかってことを、先輩からこう、いろいろ聞いといた方がいいと思う。本当に、俺なんかほら、友達いっぱいいるから、でも国立なんかは、食料を供給してくれるのね、頼めばね。運んでくれるの、2週間、2週間っていうか、まあ、レトルト系のあれだけどね。そういう自治体もあるし、ただそういうのも、知らない？例えば、どちらかヘルパーで、65歳の一人住まいの親父さんとか行ったりするんだけど、そういう人なんかはもう、そういう情報もわからないだろうし、知り合いもいないからね、そういう人になったら本当大変だなと思うんだよね。うん。本当普段からこう、本当にネット作っとかないと。ということです。大丈夫かな？皆さん大丈夫でしょうか？まだまだ。それで、やっぱり俺、オリンピックがあったからね、いろいろ、まあ、いろんな数字の、この、要するに、この、なんつうの、いろいろ、この、操作もしてるだろうし、今、数字がどんどん下がってますね。ね。まあ、今月で、終わらせようとしてるから、下げてるんだろうけど、何人検査して、何人なったかって、その、分母が出ないからね。数だけだからね。5000人近くまで行ったのにね。ピークがね、オリンピックね。だからオリンピックの選手村をそのどこにも行けない、その自宅療養しかできない人、選手村を利用してやればよかったんでね、実際にと。ちょっと去年か一昨年、中国でほら、プレハブを何千人かのプレハブをバーって1週間ぐらい作って、病院なんかね。避難場所じゃないけど、なんか病院作ったら、うん、ああいうほらオリンピック施設をね、あの後どうするのかも売りに出すんだろうけど、いやもう売られてるの、ね、選手村はあったから、すでにもう、いや本当ね、今本当東京はもう本当になってるよ、く分かったね。やっぱこの友達でやっぱホテルに軟禁された人も何人もいるのね。それだいたい大まかに重症は病院、中症はホテル、で軽症は自宅ってなってるみたいでね。で自宅にいてもその熱があったら救急で運びますって、ホテルに行っても熱があったらっていう方法は取ってるんだけど、
ただ病院が空いてないから簡単に入れないと。それで自宅もほら家族でいると今度家族が2週間出れない濃厚接触者で、でそれでこういう人もいます。国立で私のすぐ本当に重症になった人で、息子かなんかが陽性になって家族が濃厚接触者で2週間いたと、その間に3日目か4日目にお母さんである彼女に移っちゃってすごい重症になって、もう自分で救急車呼んだって。で、2日間はもう、あれ、なんだ。点滴だったんだって。で、歩けないし、息もできないし、そういう人がいて、って。もうそういう、ちょうどもう、病院から出て自宅で療養してた時に私がちょうどなったもんで、もうずっとアドバイスくれて、やすさん、それって数値危ないよ。救急の一歩手前だねっていう。もっと低くなったら電話した方がいいよってことさ。電話しても来るの？来ないんじゃない？いや、来るか来ないか分かんないけど、電話しなきゃ泣かないからねって。そういうことも教えてもらったり。そうなんだ。私なんかもう本当自分でかかりつけの医者にちょっと相談したら、もう今すぐもう救急車、うちに来なさいって言って、行ったんですよ、もう。息もできないし、歩けないしって、ああ、そういう人もいるんだ、って言って。で、いろいろいますね。ということで、今日は。なんか、歌ってって書いてるよ。歌えないよ。歌えるようになる。歌ってほら、出さなきゃいけないじゃないよ。いや、ほんとそうだ、ね。これだけ喋るなら、一曲ぐらいでいけるんじゃない？いや、ダメだと思うよ。吸ったり吐いたりだから。喋るの、だから、電話でもあんまり喋らないでくださいってすごい使うから、息をほら肺を使うから、もうメールでちょうだいとかさ、で電話俺は携帯ガラケーは電話として使ってないんですよ、もともと。そしたら電話かかってくるやつがいるんですよ。俺もちろん出ないんだけど、ところが軟禁生活になって電話で対応しなきゃいけなくなって、市役所の相談室とか保健センターとか電話なんか使ったことない、かかってくると、あれどうやればどうやって取るのかな、あら切れちゃったってなって、あらそういう状態で3日目ぐらいまでそんな感じでした。電話って使ったことないもんでかかってきてもどこ押すんだっけ、ピカピカになってんだけど、あれ切れたみたいな、そういう状態でしたね。それでずっとやっぱ電話でずっと長電話になるわけですよね。向こうの看護師さんとこう話したりして。で、もうあんまり電話も苦しくなるから、どうですと話してて、はぁってなるわけですよ。あ、もうじゃあ電話切りましょうって言って。やっぱこう、肺を使うから、呼吸してるからっていうことらしいんだけど、そうらしいんですね。やっぱ体力が落ちてるからね。階段を登ったりしてなかったらなるんですね。それで先週はもういろいろ昼間徘徊するようにして、なるべく2時間ぐらいあっちこっち、やっぱ途中で休み公園で、はあ、いや、よし行くかって感じでやってたんですけど、ということです。歌はくれぐらいになったら歌えると思いますので、はい、紅白歌合戦には なんとか歌えるようにしときます。代わりに歌う人がいますけど。私歌うから口パクで、はい、雑草音できます。私が、はい、どうもありがとうございます。皆さん本当気をつけてください。なんか新株というのが来てるらしくて、それでほらワクチン打った人はワクチンパスポートじゃないけど、なんかどのものってなってて、またそれが締め付けになってね。ただまだ40代ぐらいだったら4割ぐらいしか売ってないって、今日なんか新宿区は足りないから渋谷区からもらったとか、なんかそういう話をしてましたけどね、東京は。い、皆さんよろしくお願いします。こういう感じです。もう駆け込み中ずっとやってません。今こんなほっちらかしで昔の資料とかをね
ペイしてますもうこんな状態ですこんなのがいろいろあるんですよ、面白いでしょ。まだあるんですよ。これ大変でした。もう今2週間ぐらいやってます。もう30年分ですから。あ、ね、もう貴重な。もうまだありますよ。まだありますよ。もうこんな。最後はいよいよボケ丸に来てます。珍しいのボケ丸さん、33歳のボケ丸さん、こういうのがあるんですよ。捨てればいいのにね。ほらほら、うわ、何歳だ、90年、こういうボケ丸さんがいるんですよ。こんなの捨てればいいのに。あ、こんなの、こんなのがあるんですよ。ほら、うわ、こういうのをね、取ってあるんですよ。もう捨てればいいのにね。もうこういうのをもう整理してたんで、1週間ぐらい、ずいぶんこういう、あ、これが去年のやつですね。ね、こういうのね、今最後の段階に来てます。このほっちらかし状態で、あ、まだあります、まだこっちにもあります、まだあります、こっちにもありますよ。これはあの譜面ですね。ボケ丸さんの歌詞カードですね。あ、うわ、すごいですよ、ボケ丸さんの歌詞カード。あ、でかいね。ありますね。ほら、あら、大変ですね。あらら、ありますよ。は、うわ、豆だね。ほら、いっぱいありますよ。全部手書きじゃん、ほとんど。書き直してるやつもありますね。ありますね。なんだかいっぱいありますね。え、まだまとめてないんでしょ。使うのは使って、使うのはありますけど、ね、もういっぱいありますね。うわー、ありますね。綺麗に書き直してますね。この辺は最近歌うやつがあるらしいですね。ね、ね、書き直してますもんね。天気なね、あ、文字やし、きりですね。手書きですからね。こんな古い人ですね。すごいですね。国立の町を自転車で。ほら、有名なご当地ソングですよ。玉川よ、秋川よ、 YouTube で流れてますよ。この辺結構流れてますよ。これはね、 YouTube でもうずいぶん昔ですけど、元サケロック の、 あのキーボードの野村拓司がこうキーボードを弾いてますね。もう 10年以上前かな。ありますね、綺麗ですね。あら、ごめんごめん。と今歌ってるのはこの雑草温度ってこれですね。あ、なんかこう、デモの国たちのデモでできたっていう。これで紅白歌合戦出ようとしてるんですけど、やっぱヒット曲、うん、はいはい、ということで今日はあれ、駆け込み亭から愛を込めて、第50夜でした。2回、できなかったんで、なるべくね、できるように なればいいかなと思ってるんですけど。CD 持ってますって言ってますよ。
え、ザ・ソンドですか？ヒヒ、ザ・ソンドの CD と、あ、ザ・ソンドの CD ってね、こういうのあるんですね。こういうのを昔作ったんです何枚ぐらい作ったかな、50枚50枚ぐらい作ったのかな。うちも1枚ぐらいはあると思いますけど、これ CD できた時にね、あのオールナイトニッポン、あの星野源が火曜日深夜っていうか、今水曜日2時ぐらいからやってるんですよ。で、星野源に送ったんですよ。源ちゃん、雑草音でかけてくれ、これでね、有名になってね、紅白出たいんだよかけたかどうか知らんけどそしたら星野源の方が先に紅白出ちゃってさ、なんだよ源のさ、今度俺もあの弦が歌うときには後ろで踊るやつ、あれ俺も踊らせてって言ってんだけど、採用しなくてくれない。もう一枚の CD の方も、あ、そうだよ、もっとすごいのがまたできたんですよ。これがね、そうです、これがね、これが危ないんですよ、これが危ないんですよ。愛を込めて書き込み手からから愛を込めて頑張れ人類。今の本当にこのコロナの中にぴったしなタイトルじゃないか。9曲入ってます。今隣で歌ってる人がちゃんと真面目に歌ってる CD ですここでね、あのいろんな編集、あのたまラマザマさんっていうのが言うとね、いろんな編集して、もう春ぐらいから3月ぐらいから作ってたんですけど、完成しました。500枚作ったそうです。もうあと300枚ぐらいしかないかな残ってないかな僕はね、国立中にねばらまいたんです。100枚はいかなかったかな。あの基準はですね、あの駆け込み手から愛を込めてって書いてあるんで、渡して駆け込み手って言って分かる人に渡したって。だからね、いろんなあのヘルパー事務所とかお店の人とかねあと僕が行ってるヘルパーに行ってる人にも5人ぐらいにこれ聞いてあげるとかってえー、いいんですか、聞きますとか、ポスティングしたって全部知り合いのところに結構送りましたね。議員さんとかね、知り合いの議員とかね司会議員とかね司会議員も2人3人だな、3人司会議員に3人渡してるな今度市長にやったら市長に渡そうかな市長もあんまり知り合いでないから、駆け込み手は知ってると思う。前の市長はね、近所だったからよく知ってたんですよ。その息子が、まあ、最近来てるんですけど、息子としてはもう50です次ですよ前の市長は、あ、そうだ、その今息子のとこにも入れたんですよ元市長のとこにもポスティングしましたもう漏れてないかなということです。欲しい方送ります。地方にも送りました。この前ね、北海道のやっぱ友達にも送りました。なんかいろいろ送って、この回コロナの時送ってくれた人も喜んでました。ありがとうってことで、それで、瀬戸内海の島にも10枚送りました大島のみんな今日見てるかな。欲しい方全国津々浦々に発送します。はい、欲しい方手を挙げてください。はい、よろしくお願いします。頑張れ人生。人生じゃない、人生いい歌がいっぱい入ってますよ。こっちが先にどうも紅白行きそうだなはい、また書き込みてから愛を込めて第50夜、ボケマルのコロナ感染天末期でした。まだ本当にちゃんと戻ってないです。すぐ疲れます。やっぱ年は年だから皆さんも気をつけてください。気をつけてくださいって言ってもね、
感染するだけ感染するから、本当に感染したらどうしようかっていうことをやっぱり一生懸命考えていった方がいいと思う、本当に。うん、うん、あのそんな恐れることはないけど舐めちゃあかんでっていうやつね。うん、うん、恐れることはないけど舐めちゃあかんでっていう、本当におしまいです。終わります。あれ、フェイスブックやってなかった。